とバブル光線に2が見えるよね。今回は以前ハーチャーが糸を吐くドッキリをやったと思うんだけど、今日は私がバブル光線ドッキリをやっていくよ。でもただのシャボン玉だけだと思ったら大間違い。最後はめっちゃすごいバブル光線を仕掛けるから、みんな最後まで見て。それじゃあ早速やっていくよ。おはよう。あ、来た来たーだよ。来たー。何回してんだ、何回してんの、持ってんの。いけー、とりちゃんバブル光線だ。あ、バブル光線。わ、わーわーわー、バブル光線だー。わー、見ない。わー、したらギリギリバンバン。あー、そう来たよ。じゃあ次はいけー、とりちゃんバブル光線だ。全部バブル光線や。1回目も2回目もバブル光線なんだよ。いや、しかもこれバブル光線じゃないし、めっちゃ消えてってるし。てっぺぇ、何ドッキリでしょうか。いや、バブル光線ドッキリだよ。やったよ、分かっちゃった。すごい。いや、私ぐらいしか分かんないよ、バブル光線ドッキリは。ダメ。いや、確かに。うわっ、うわっ、うわっ。どうですか、糸を吐くドッキリについて。いや、ごめん、ごめん、あの、自分で言うのもなんだけど、糸を吐くドッキリよくできてたなって思った。あすごくない、これ、しかも1本じゃないんだよ、うん、2本にしたんだ。まあでも確かにめっちゃすごいね。めっちゃ出てる、めっちゃ手にシャボン玉の液こぼれてるよ。もうやばいね、めちゃめちゃね。すごっ、でもバブル光線だに見えるよね。いや、見える見える見える。直接食らってるからさ、うん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 、飛んでくる感じもめっちゃバブル光線っぽくて、はいはいはい、あすごい、うん、大成功だね。いや、すごいすごいすごい。これじゃあ、うん、はい、あれ、もしかしてちょっとまだそんだけあるから。どんだけあんねん。2本今持ってるから、うん、7個持ってもらって。めちゃめちゃいいよ。やってもらっていいですか、タッカに。協力しよう。あー、やったー。よし、じゃあちょっとより強力なバブル光線ドッキリを、じゃあ次はタッカに仕掛けます。おはよう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 。じゃあ、なんだ、撮影しよう。うん、撮影しようか。待ってんな。うん、じゃあほら、撮影するかなの。ね。あ、ちょっと待って。あ、なんで今日君ここにおるん。あ、ねえ、かわいいな。かわいいね。うん、かわいい。じゃあちょっと久々の、わかんない、これ何のカメラかわかんないからさ。うん、うん、うん。ニョロニョロゾッゾ。あ、なに、持つの持つの。あ、持ってくれてニョロニョロゾッゾってやってみて。ニョロニョロゾッゾ。どうも、たっくんです。なんだかわかんねえな、これ。いいじゃん。何が正解なの、これ。いいじゃん、いいじゃん。何が正解なの、これ。いけ、はーちゃん、いけ、いけ、はーちゃん。うわ、なにそれ。うわ、おお、くらえ。なにこれ、くらえ。泡じゃん、何が、何が。あ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ割れるんだけど、目の前で。はーちゃん、うまい。何が、めっちゃ出る、すごい。何が、何、すごいだろ。何が、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 もう何ダメージ入ったか分かんないぞ。ダメージって何。まあ確かになんか割れたのが目に入って痛いんだ。あっ、近い、あっ、近い。何、どうだ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 。苦い。効果は抜群だ。よっしゃ、効果は抜群だ。あ、これあれか、泡か。え、泡じゃない。泡でしょ。泡じゃない。泡じゃないよ。泡じゃない。いや、こんなもうめちゃくちゃ泡出された泡じゃないってどういうこと。いっぱいあるだろ。いっぱいあるって何が。おう、泡やんだって。泡、うわ、めちゃくちゃ泡。あ、分かった、分かったかもしれん、これ。そうだよ、その手に持ってる子。おい、あれだ、うん、PP20 威力65バブル光線。おい、すごい。たまに素早さ下げる。あ、そう、たまに素早さ下げるよ。バブル光線すごい好きだもん。あー、やっぱりやってた、分かった、これあれか。バブル光線ドッキリか。あー、正解。やっぱり地味だな。まだ俺、あの糸丸の糸吐くの方がすごってなったな。それは私も言ったい。あ、言ったの。それは私も言ったの、ごめん。え、これ待って、じゃあ誰。あ、ドキー大成功。地味のか、このドッキリ。やらされてます。やらされてんの。あ、あ、いけ。あ、すごい。すごくない。かわいい。マジですごい。マジバブル光線。やだ。うん、糸を吐くドッキリに続きバブル光線ドッキリも大成功。続いてはないよね、別に。キモ感。そう、これ動画大丈夫、これ。2分とかになんないか。かわいい。
りかったけどね、ドッキリの迫力ではなかったな、うん、なんだただ目の前でね、うん、そうシャボン玉やられただけっていう、うん、ちょっと、うん、そっかあー落ち込んでるじゃん、うん、ちょっともういいやえっ言っちゃってちょっと待って動画ねさすがに言い過ぎた言い過ぎたかもねちょっと、うん、トキちゃんの動画確かに。いや、そうじゃないよ。そうじゃない。どうだ。うわ、もうこれすごいわ、うん。視界がゼロ。もうこっち向けられた瞬間に。もうやばかった。うん、うわー、バルコ戦ドッキリ。どうですか、大成功でいいですか、これ。うん、これは大成功だね。大成功。なんか、うん、なんか歯切れ悪くないですか。いや、なんか歯切れ悪くない。いい自分も中に入ってるしちょっと締めるのこれで俺に締めるの、はい、バブル光線ドッキリ大成功、はい、すごかった。ということでバブル光線ドッキリは本当にバブルすごいなめちゃくちゃバブルすごいなめちゃくちゃすごいシャボン玉すごすぎてすごいと思った人はぜひ高評価そしてチャンネル登録そしてバブル光線よろしくお願いします。どういうこと？バブル光線の回し込みだったよ。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。せーの、バブル光線。バブル光線聞いてない聞いてない言ってもらえる聞くなポケルン TV オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催するよ。アンケートに答えてくれた方の中から抽選で100名様にポケルン TV オリジナルポーチをプレゼント。応募方法はこの動画の概要欄からチェックしてね。たくさんの応募待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。猿乗りだったので、ヒバニーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？